はい、どうも、ケンでございます。今ね、僕はね、アラモアナビーチパークに来てるんですけども、まあね、ここね、すごくね、皆さんこうね、走ってる方とかいっぱいいてですね、まあ、気持ちいい場所なんですよ。こうやってね、ほらね、ハトちゃんもいますよ。こうやってね、あっちにはほら高級コンドミニアムがありますけどもね、こんな感じでダイヤモンドヘッドも向こうに見えております。じゃあ眩しくてあまり見えません。はい、というわけでですね、先ほどからね、こうね、この周りジョギングしてる人とかね、歩いてる方いっぱいいますけども、さっきね、すごくね、いい走り方してるね、お兄さんがいたんですよ。まあ、どういう走り方というと、まあね、こう走ってる時にね、かかとからね、設置してね、腰に負担をかけてる人っていうのがすごく多いんですけども、まあね、その人はね、ちゃんとつま先でね、こうね、つま先をついてこう走ってたわけなんですよね。だから、もう一回見たいなと、もう一回ね、一周してきてこう来てくれるといいなと思うんで、ちょっと待ちたいと思います。はい、来ました、来ました、もうすぐ来ます、もうすぐその彼が来ます、もうすぐその彼が来ますよ。僕の時短トレーニングの走り方をね、取り入れてやってるね、彼がもうすぐ来ますよ。はい、ちょっと見てみましょう。あ、すごくいい走り方してる人がいますね。つま先からちゃんとね、ついてるんです、足が。あのね、我々ね、みんなね、あの変に運動靴に、ね、頼ってね、かかと設置でね、走ってる人いますでしょ。ああいう人は腰痛めますよ。来ましたね、いいですね、いいライドしてます、いいライドしてます、いいライドしてますよ。走る時っていうのは、なるべくつま先から降りた方が本当はいいんです。なんでかっていうと、動物はみんなそういう風に走ってます。いいですね、いいですね、負担、腰の負担がかかってない走り方ですよ。人間だけです、かかとからね、設置してね、走ってるのは。ああいう走り方してね、いいわけないんですよね。ほらほら、このね、跳ねるような、このつま先からついてるでしょ、ほら、つま先から、つま先からついてるんですよ、ちゃんと、ちゃんとつま先から地面についていると。わかります？これが普通、ちゃんとした動物の走り方ですよ。これが、これだとね、もっとバネのあるね、こういい走りができますよね。素晴らしい。アスファルトの道っていうのは、本来人間が歩いたり走ったりするようにはできてないわけですよね、本当は。で、本当は人間はね、あのこういうね、荒れた道、ラフな道、ラフな地面を歩くのに適した体をしてるんです。まだまだまだね、このね、車のね、この歴史というか、この文化というかね、この文化じゃないな、進化ですね、進化がこうね、急速に進んできたっていうのは、もう本当にここまだ何十年の間の話なんですよね。で、その中で人間の体っていうのは、もう本当ね、何十万年、もう同じなわけですよ、変わってないわけですよ。足の裏のね、形状とか、まあ、靴とかね、変に固められて足変形しちゃってる場合とかもありますけども、まあ、人間の体ってまだまだ地球に合わせた骨格だったり、体作りだったり、筋肉のこう、ね、バランスができてるわけですよね。なので、人間の体っていうのは、やっぱりね、本来こういう地面を歩くと、で、こういうところを歩いた方が本当は健康になれるんですよ。なぜかというと、普段使ってない筋肉を使うようになるんですよ。バランスを取るんです。人間の体っていうのは勝手にバランスを取るようにできてるんで、その機能をね、実は奪われてるんですよね、現代人っていうのは。だから、肩凝ったり腰が痛くなったりだとかですね、なんか姿勢が悪くなったりとかっていう風にするんですよね。で、人間はね、やっぱほら、アスファルトのね、上をこう道路、車を走るとね、車にとってはいいですね、ゴムのタイヤがこうちゃんとグリップしますから。で、人間は本来は裸足とかね、でこういう地面を歩く方が本当は向いてるんですけども、でもほら、裸足でね、ずっと歩いてるとやっぱ危ないじゃないですか。で、アスファルトの上も歩く時もあります。でも、そういう時にね、裸足だとやっぱ足も暑いしあと冬は冷たいし、あとはね、なんかゴミが落ちてたりだとか、あと釘が落ちてたりとかね、そういうガラスの破片があったりだとかって危ないでしょ。なので、こう靴をね、まあ、履いてるわけなんですけども、で、靴のソールって何でできてます？ね、靴のソールってゴムですよね。だから、ゴムとそのアスファルトの相性っていうのはいいわけです。グリップ力があるわけですね。で、摩擦係数も少なく、こうね、摩擦係数が少なくてグリップがあっておかしいな、まあ、まあとにかくゴムのその、まあ、滑ったら危ないですからね、アスファルトの道もね、雨降ったらやっぱ滑りやすくなるでしょ。でも、車のタイヤと同じように、雨が降ってもちゃんとね、ある程度グリップするように、あのね、運動靴とか靴っていうのはできてるわけですよね。だから、革靴とか履くと、ああいうのって、ね、ゴムのグリップあんまりついてないんで、やっぱ滑りやすいですよね。
摩擦係数の減ったこの、雨の日のね道路とか、あとなんかねこういう何ですか、ツルツルのこう綺麗にならされたね、あのショッピングモールみたいなところの床とかなんか滑りますよね。だからね、ああいうところでもこうね、グリップ、あでもああいうところはゴムのソールでも滑りますよね。まあそれはいいですけど、まあ、そんな感じでですね、人間の体っていうのは本来もっとね、荒れた道、荒れた道路、荒れた道路で荒れた道とか、こういうね、クッション性のあるところですよね。クッション性のあるところをこう歩くように本当はできてるわけなんですよ。なので現代人はもう一様にね、運動不足になってると。で、運動不足を解消するためにアスファルトの道をね、走ってると。でもこれね、すっごく腰に負担かかるんですよ。本当一度ね、やっていただくといいと思うんですけども、こう走ってる人ね、まずこの走ってる時にこう耳栓かなんかをねするんですよね。耳栓をで耳栓をしてね、まあこう試しにこう走ってみてください。そうするとね、こう地面からのこう突き上げるこのドンドンドンってこう走るためにですね、足をつくためにドンドンドンっていうのがね、こう耳の鼓膜にねこう響くと思います。でそのままこうね、フラットな道、こういう道を、走ってみてください。そうするとね、不思議ですよ。急にその音がね、軽減するんですよ。和らぐんですよ。なのでね、人間ってね、やっぱ普段からあまりそうね、硬い道を歩くようには、そう歩き続けるそこを走るようにはできてないんですよね。まあそういうわけでございましてですね、人間はね、本当はね、平らな道をね、歩くようにはできてない。もっとね、本当は荒れた道を歩いた方がいいんですよ。だからこういう公園でもアスファルトの上ばっかり皆さん歩いてるんで、本当もったいないなと思うんですよね。もっとちゃんとね、この芝生の道とか、こう柔らかいところですね。柔らかいところ歩いた方がね、クッションあるじゃないですか。で、柔らかいところが道路にないから、柔らかい道を靴の底に作ってるわけですよね、ソールをね。ソールをこう厚くして、でこう不安定になった、なってるのをもっとね、抑えるためにこの靴底がこう台形になってるわけですよね。運動靴、スポーツシューズなんて特にそうですよね。なので本当はね、そういうふうにバランスを取るために、筋肉を使うために、もっとこう柔らかい道を裸足でこうはね歩いた方が体にとっては本当はいいんですよっていうお話です。